今回はね、田原総一郎さんのことなんですけども、若者に期待する、若者が頑張らないとダメだと言いながら、若者が出番を取ろうとすると、立ちはだかってね、指さして大声で、がなりまくって邪魔をする、その最たるものが、この田原総一郎さんですよね。朝までなんとかテレビみたいなのね、始めた時はなかなか面白いなと思ったんですけども、結局、田原総一郎さんの、自分のね、えー、正論を、 呃、持論をですね、ぶちまけるだけで、他の人が異論反論すると指さして、何言ってんだお前とか言ってのを怒り出してね、もう飽き出させるという形ですよね。で、今動画概要欄に、まあ、あの、例のね、イエル大学の成田さんと、田原総治郎さんの、あの、トークをね、ちょっと載せてるんですけども、結局変わってないですよね。 ただ、その人さんみたいな、もう、お年を取られた方は、社会に必要とされてないんですけども、無理やり居座って、若者の席をね、奪うという。そして、少子高齢化ってものを作り出したのもこの人で、日本のね、いろんな問題を置き去りにしようとしてるのもこの人なんですよね。うん。だからね、あの、あれをやってきた、これをやってきたっていう風にね、自分の経歴を誇らしく語るんですけども、その結果、若者が犠牲になってね、 未来のない国を作ってえ、そして自分たちだけは功績を横取りして、そのまんま、あ,あの、バルハラで旅立とうとしてるね。もう素晴らしい人生じゃないかと思うわけですけども、いや、ただ総ウジさんみたいな人がね、いるからね、あの、この国ダメになったんじゃないかと思いますよ。うん、やっぱりこう、えー、成田さんが言うように、ある程度ちょっと年齢性というかね、定年退職というか、もうこの古い脳みそ、タラ・ソウジさんみたいに、戦後苦労してきたような人はあんまいらないんじゃないかなと思うんですよ。 何かというとね、昭和の時代の成功例を持ち出しますけども、時代が変わったことに気づいてない、まあそういった頭の痛い人はね、ちょっとまあ、あの、オブザーバーに徹していただくというか、もうこの人から学ぶことは何もないと。学ぶことがあるとしたら、反面教師的にこうなっちゃダメなんだなと、こういう年の取り方は本当に良くないんだなってことしかないのかなと思います。はい、じゃあ以上です。